ようございます。ダイソー光圀です。今日はですね、西播磨に来ております。西播磨ってどのあたりかご存知ですか？まあ大体まあここですね、ここですね、ここね。ということでこれちょっと見てください。もう、めちゃめちゃ雄大な景色、これね。こういうですね、自然にあふれたとてもいい地域なんですよね。光圀さん、西播磨には景色だけじゃなくて美味しいものもいっぱいあるんですよ。すいません、どちらさんですか？西播磨県民局の小川です。あ、どうもよろしくお願いします。はい、光圀さんは西播磨フードセレクションってご存知ですか？いや、存じないですね。西播磨の農林水産物を使った美味しくてこだわりあふれる加工食品のコンテストなんです。どういった目的で始められたんですか？西播磨の地域ならではの加工食品の中から優れた食品を選定して、その良さを広く発信して、地域の活性化や農林水産業の振興を図る目的なんです。過去の受賞食品はこんな感じ。写真を見ているだけでも美味しさが伝わってきそうですね。ということで、ここからは光圀さんが受賞食品の美味しさを探りに行きます。まずはグランプリを受賞した赤穂塩大根。歯ごたえの良い伝統野菜青み大根に、赤穂の海水から取れた真塩を使ったお酒にも合う上品なお漬物です。わあ、噛み応え抜群ですよね。これはちょっともうお茶漬けでもええやろしね、ぜひおすすめします。もうないですか？この赤穂塩大根を生産しているのは社会福祉施設の山彦寮。担当の鹿田さんにお話を伺います。この赤穂塩大根がこちらの施設の方で作られているということですか？はい、私どもの施設は利用者さんに生活の支援をするとともに、作業の支援も行っておりまして、作業の支援の見返りに工賃として支給させていただいている施設になります。なるほど。原料のこう大根ってこう仕入れてるんですよね、これね。いや、こちらの方で育ててます。あ、育ててるんですか？はい、こちらで育ててます。まさにその畑、ここが。はい、こちらの畑で育ててます。はあ、そうなんですか。はい、この大根、貴重な大根、非常に珍しい大根になってまして、青み大根という名前なんですけれども、青み大根。はい、普通の大根はこれが太さがあるんですけれども、ね、ちょっと細い大根になってまして、もともとは京都の京野菜なんかでよく使われる大根みたいなんですけどもね。赤穂塩大根を作るにはとっても手間暇がかかるんです。青み大根を一本一本丁寧に洗い、厚みを揃えて薄く切り、天日で干します。干したのがこちら。そして自家製の調味料に漬け込みます。この時に使用しているのが赤穂の海水で作られた真塩。赤穂の塩は角のない丸い優しい味。そこにこだわりの梅酢が爽やかな風味を生み出します。この2つの組み合わせで優しい味の赤穂塩大根が出来上がるんです。我々どもは福祉施設になりますので、じっくり手間暇かけて厳選して、とても手間がかかってて、そんな貴重な大根を業者様と一緒に頑張って育てていって、皆様に楽しんでいただけたらなと思っております。赤穂塩大根、一生懸命作りました。ぜひ食べてください。続いては西播磨フードセレクション金賞を受賞したリッチミルク。濃厚なミルク感が自慢のジェラートです。ミルクが濃厚やのに爽やか。このリッチミルクを製造販売しているのはジェラートショップテテ。店長の丸尾さんにお聞きしました。あのリッチミルクっていうのは、普通のミルクとは違うんですか？もともとうちは丸尾牧場からの生乳をそのまま使ってるんですけど、リッチミルクは、はい、ジャージー牛のミルクを使っていて、はい、普通のミルクっていうのがホルスタインのミルクを使ってるんですけど、ジャージー牛の方がホルスタインよりもちょっと脂肪分が高い分、ちょっと濃くなってるんですね、味が。
なのでリッチミルクの方がちょっと濃厚、ミルクに比べれば濃厚っていう。牧草もここでミネラルたっぷりの牧草を作ったのをたくさん食べることによってストレスなくその伸び伸びと育ってるから美味しい生乳を出してくれるんですね。このお店のオープンにはある思いがあったそうで、子供が4人いるんですけど、子供たちの給食に出る牛乳が嫌いな子も結構いて、結構悪戦苦闘してるのをよく聞いてたんですね、うんうん、でもアイスは好きだっていう子が多くて、うん、はい、でその、まあ、成長にも欠かせないって言われてるその牛乳をいやいやじゃなく美味しく食べてもらいたいなっていう思いがあり、うん、で近くにやっぱり牧場があるので、その生乳を使ってジェラートを作れば、まあ、子どもたちも喜んで食べてもらえるかなと。もっともっとあの牛乳嫌いの子どもとか牛乳が苦手な方にもたくさん食べてもらって知っていただけたらなと、美味しさを知っていただけたらなと思います。マルオ牧場の牛乳の美味しさを知ってほしいとオープンしたテテ、乳牛が暮らす環境、そして原料の生乳、そしてマルオさんの思い、もう全てがですね、こうリッチでしたね。それでは最後はこちら。最後にご紹介するのは夢あかねトマトジャム。佐用町のブランドトマト夢あかねにレモン汁を加え、完熟トマトの美味しさをぎゅっと濃縮しながらも野菜という感じがしないスイーツのようなジャムなんです。お、うまい、おいしい。トマトの酸味にちょっと甘みが乗っかって、これはちょっと新しいですよ。これ本当にこれハマりました。この夢あかねトマトジャムを開発したのはなんと佐用高校、担当の岩崎先生にお話を伺います。トマトジャムとこの高校ってちょっと全然結びつかないんですけども。そうですよね、佐用高校には家政科があって、生徒の個性や発想力を伸ばすための教育課程があります。令和2年度からは文部科学省の指定を受けて、地域との共同による体験的な学びがたくさんあります。おー、素晴らしい。トマトジャムを作るのきっかけっていうのは何だったんですか。これ2019年の春から佐用町と民間企業と共同で商品開発がスタートしました。町と民間企業と高校生、はい、これが三位一体で作られる。そうなんです。ちょっとどんな感じなのか想像がつかないですね、これね。開発に携わった生徒はすでに卒業しているんですが、その当時からブランドトマト夢あかねを育てている畑へ向かうことに。ちょっとなんか思ってたのと違いますねやってきたのは佐用学び屋農園。こちらを経営する西田さんに案内してもらいます。もともとこちらは廃校になったですね、あの三土中学校の跡地を活用して2017年にあの建設いたしました、うん、はい、でハイテク技術をまあ用いてですね、あのこのハウスの中の環境制御を行いまして、はい、まあ、次世代農業モデルプラントとしてあの整備しております、はいはい、ハウスの中の気温が上がれば自動でこう天窓が開いてですね、はい、外気温を取り入れて、まあ、トマトに最適な温度にするとかですね、うんうん、1日にあげる回数ですとか水の量を、はい、あの自動で制御してます。そこでこの佐用高校の生徒さんがね、夢あかねトマトジャムを作ると言われた時はどう思われましたか。はい、中学校ももうなくなっちゃって、まあ、こういうような形の農園にしたんですけども、うん、また地元の高校生があのまた違った形でこう関わってくれるということに対して、はい、すごく嬉しく思いました。そしてもう一人商品開発に関わった佐用町役場の服部さんにもお聞きしました。最初はなかなかね、こうお店に並ぶような商品ができるというところまでは想像してなかったんですけども、実際すごくクオリティの高い、商品として出来上がったことにはびっくりしました。お町の自慢ですね。そうですね、はい、はい、いや本当も皆さんのお話を聞いているとこれいろいろな人の協力があってこのジャムが出来上がったんですね。はい、実はですねメンバーの数名はトマトが苦手だったんです。そうなんですか、はい、そうなんです。だからこその発想で誰にでも食べやすくするために
何度も試作でジャムを作って佐用町役場や加工業者の方々にアドバイスをいただいてベストバランスなジャムに仕上がりました。この企画を通じて企業目線で商品開発に関わって製造や販売で大人の方たちと関わることで主体的に行動できるようになって本当に積極的な生徒に成長してくれました。素晴らしい。でところでなんですけども、先生はこのジャム、はい、どのようにして食べてらっしゃるんですか。私は実はプレーンヨーグルトにこう混ぜて食べるのが大好きです。おしゃれ。菅先生のモーニングルーティーンですね。はい、モーニングルーティーンです。いいですね。合いそうですね。ぜひお試しください。今日ご紹介しました西播磨フードセレクション、これですね、美味しさの背景を探っていくとですね、さらに美味しさが増していくような気がしましたね。皆さんもですね、ぜひ味わってみてください。詳しい内容は公式ホームページをご覧ください。僕も買って帰ります。今回は宍粟市から話題のあるスポーツをご紹介します。それはこの大きな建物の中で楽しめるそうなんですが、なになに、すごい、ひなスケートパークへようこそ。あ、スケートボードなんですね。ここは練習場でしょうか。すごく広いですね。私のお父さんがこのパークを作ってくれました。彼女は前田ひなさん。実は国内をはじめ海外の大会でも活躍しているプロのスケートボーダー。そんなひなさんのためにホーム店を営むお父さんがもっと世界で戦えるようにと倉庫を改装しスケートパークを作ったんです。広さ、そして練習器具などの設備が充実していることから西日本最大級の室内パークとも言われています。コースは定期的に配置を変えていて常に最先端の技の練習ができるよう工夫しているんです。それが口コミで広がって大勢の人がやってくるようになりました。ここで大会が開かれることもあり、いずれは海外からのお客さんも訪れるような町おこしの拠点となるパークを目指しているそうです。パーク内にはショップもあってスケートボード用品が豊富に並んでいます。また休憩室からはくつろぎながらパーク全体を見渡すことができます。小型カメラをつけてひなさんにパークを一周してもらいました。スピードですね。あ、浮いてる、迫力満点。そしてこんな難しい技も。もう思わず歓声を上げる鮮やかさ。そんな凄腕のひなさんに憧れてたくさんの子どもたちがスケートボードを習いに来ています。ひなさんは主に土曜日と日曜日に教えているそうです。頭できるだけ下がらんように全部体重かかるように。中には週末に来て車中泊をしながら練習をする熱心な子もいるんですって。お、そうそう、上手だね。お見事。スケートボードは楽しいですか？楽しいです。面白い、友達増える、最高。ひなさん以外にも指導に当たる人がいるんですが、こちらはひなさんの弟大和くん。実は中学2年生ながら教える立場になるほどの腕前なんだそうです。兄弟揃ってすごい。最初スノーボードで
オフトレーニングとして楽しいと思って始めました。スケートボードは一つの技にすっごい時間がかかるので、その技ができた時の達成感がすごいあるので楽しいです。ちっちゃい子から大人の方まで、その滑れる、楽しく滑れるようなパークにしたいです。今週の輝きさん。今週の輝きさんは、軽快な音楽で地域の人々に元気を届ける山本あずみさん。そしてリポーターは、おはようございます、大久保智之です。今日は神戸市にある新長田本町筋商店街近くのとあるビルに来ております。今日の輝きさんはですね、こちらのお部屋にいらっしゃるということなんで、行きましょうか。おはようございます。あの、すいません、すいません、皆さん、あの、おはようございます。あの、山本あずみさんはどちらにいらっしゃいます？あ、山本さんですか？はい、おはようございます。おはようございます。あの、皆さんはどういった集まりなんですか？はい、私たちはあのスティールオーケストラのファンタスティックスと言います。このスティールパンだけで作られたオーケストラのことです。スティールパン？はい、ドラム缶からできた楽器です。初めて見ました、この楽器。僕でしょ、関西でこんだけ揃ってるのはうちぐらいです。ちょっとあの、叩かせていただいてよろしいでしょうか？もちろんいいですよ。いいですか？はい。ということで、大久保さん、スティールパンの演奏に初挑戦です。こんなボコボコしてるんですか？これ、わかります？いや、ドレミ…え？いや、ドレミないんですか？ドレミはあるけど、並んでないんです。え？まず、左手でここを、右手で1個飛ばして右手ください。1個飛ばして、うわ、で、胴を叩いた1個左です。これファ、うん、えで、右手で胴の右を1個飛ばして右。もう無理です。ちょっとこれで、じゃあ、すいません、1曲やってみます。1曲いきなり、はい。これはなかなか難しそう。でも、やると言ったからには頑張って。山本さんの真似をしてしばらく練習すると、で、中、外、中。ただこれ自分で覚えてってた、ちょっと。はい、もう一回。スリー、フォー、ソ、ド、シ、ド、で、中、で、ラ、ドシラシド、ドシ。ああ、いけた。すごい。じゃ、才能ありますね。あ、これは楽しい。あ、ほら、すぐできる。これすぐできますよ、皆さん。聞いたことない音色がすごく心地いいです。不思議、うん、これがスティールパンの最大の魅力かもしれませんね。ここはアスタ新長田スティールパン振興会。仕事が終わった平日の夜や休日に、バンドマスターの山本さんをはじめおよそ20人のメンバーが集まって練習しています。だいたい年齢何歳ぐらいから？17歳から。上は内緒です。内緒まで。日頃はどのような活動をされているんですか？そうですね、私たち年に2回自主コンサートをしております。あとは慰問コンサートの活動をしたり、その他一番多いのはやっぱり地域のイベントごとに出演するっていうことが多いですね。なんかお聞きしたところね、はい、なんかいい成績を収めたって聞いたんです。あ、なんかね、ちょっと1位を取ったんです。1位？はい。去年12月に南アフリカで開催されたバーチャル国際マリンバ&スティールパンフェスティバル。コロナ禍の影響で演奏動画をオンライン審査する大会となり、12人以上の編成で演奏する部門にエントリーし、見事1位に輝きました。失礼しました。すみません、すごいじゃないですか。世界1位がいてます。すごい。ほんで、なんでね、はい、またその新長田でこのオーケストラの活動をされているんですか？うちの父が設立について携わっているので。
ということで直接お話を聞くため、安住さんの案内で新永田本町筋商店街へ。こちらがお父様のお店、はい、金物屋さんです。金物屋です。へ、はい、どうぞ。いいですか、失礼します、はい、あ、すいません、お父様ですか。そうです、私がシールコンを立ち上げた張本人なんです。何年に結成されたんですか。これは2001年、阪神淡路大震災から5年経って、神戸市が復興記念事業というのをやりまして、神戸がこんなに元気になったということをアピールしようやないかというイベントだったんです。僕らこの商店街の人が企画委員になって、音楽イベントの考えていたところにこの筋パン伊能に出会って、なんかポワンポワンというような心を癒されるような音色がしたもんで、これは震災復興のアピールにはもってこいやと。さらにスティールパンという楽器の歴史を知り、その思いを強くしたそうです。カリブ海の小さな島国のトリンダーデンドトバゴという、そこでこしらえられた楽器らしいんです。20世紀の初めに作られた、黒人の文化の楽器を鳴らしたりすることは禁止されてた中で、いろいろ創意工夫があって、石油産出国でドラム缶があったっていうこともあって、それをこう改良重ねてああいう形になったっていうのを聞いてます。あ、これはいいなというふうに思われたと。今日からこう立ち上がる歴史がありました。そのもうモテコリやと。ということは、まあ当初の代表はお父さんで、はい、その意思を受け継いだ安住さんがファンタスティックスを世界一に導いたっていうことなんですもんね。ちょっとやりすぎるぐらいはやったんじゃなかったっておっしゃってますけど、ね、ちょっとのめり込みすぎてね、よくないかもしれませんがさて、再びアスタ新永田スティールパン振興会に戻ってきました。せっかくなんでね、皆さんに一曲演奏していただきたいと思います。メンバーの方にとって山本さんってどんな存在なんでしょうか。リスペクトです。あ、みんなをまとめる力とか、すごい人です。すごい人練習にも付き合ってくれるし、分からないことを聞いたら教えてくれるし、やっぱりそういうカバー力っていうのはすごいなと思ってます。この方、実はプロのスティールパン奏者、ここで教室を開いているそうです。このスティールパンを取りまとめるのって本当に大変なことなんですけど、それをパワフルになんだけど自然体で人をまとめてここまでやってきてるっていうふうに僕は見てますけどね。今現在ってどんなお気持ちで活動されてるんですか。はい、最初と同じで、新永田の町はこうスティールパンする人がたくさん来てくれるような、スティールパンするなら新永田にっていうような、もっと広めたいなっていう思いが。レッスンもされているっていうことなんです。そうですね、スクール運営を、うん、そうですね。今何人ぐらいの方来られてるんですか。今60人ぐらいですかね。やはりコロナの影響で大変じゃないですか。コロナね、本番がもう全くゼロ。今後なんですが、はい、ファンタスティックスは地域にとってどんな存在になっていきたいというのはありますか。うん、そうですね、新永田で何かするって言ったら、まあファンタスティックス呼ぶよねみたいなね、グループに、ね、なって、あとはまあ皆さんのなんか元気のなんか源みたいなものになれば嬉しいなと思います。演奏している時の山本さん、生き生きしてましたね。ファンタスティックスを世界一に導き、スティールパンの音色で地域を元気にという思いで活動されている山本安住さん、確かに輝いていました。
県内の新型コロナウイルスの感染者数は依然として多く、医療提供体制は厳しい状況が続いています。このため緊急事態宣言が6月20日まで再延長となりました。必ず収束させるためにも引き続きご協力をお願いします。県民の皆さんへのお願いです。家庭では感染防止対策を徹底し、ウイルスを持ち込まない、広げないことを意識した行動を心がけてください。友人グループなどによる自宅での飲み会は避けてください。また感染拡大地域との往来を自粛してください。休業や時短要請に応じていない飲食店などには出入りをせず、飲食店への酒類の持ち込みや公園などでの飲酒を絶対にやめてください。県全域で6月20日まで酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店などへ休業を、それ以外の飲食店などは営業時間の短縮を要請しています。引き続きご協力をお願いします。県では神戸市以外の県内在住の人を対象としたワクチンの大規模接種を6月21日から開始します。会場はご覧の2カ所です。接種できる会場は1会場のみで、2回目の接種予約は1回目の会場で受け付けます。第1期の予約はハガキまたは専用ウェブサイトで先着順で受け付けています。ハガキ付きリーフレットは神戸を除く各県民局と県民センター、市役所、町役場などで配布しています。第2期の募集概要については決まり次第お知らせします。兵庫県のワクチン大規模接種についてコールセンターを設置しています。ご覧のコールセンターへご相談ください。ここで番組からプレゼントのお知らせです。兵庫県産のもち米を使って宍粟市で作られた揚げかき餅2個セットにして5人の方に。米油で揚げることで軽い食感と香ばしい風味に仕上がっています。ご応募はご覧の方法で、締め切りは6月23日水曜必着です。たくさんのご応募お待ちしています。